木の電プレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕ドラえもんです。本日は歴史に残る検証結果解禁ということで、ランプ17万個ぶっ放した結果、 EX 装備42個獲得ということでお届けしていきたいと思います。とその前に告知させてください。はい、こちら、200万ダウンロードの突破を記念して、運営さんより最もお得な課金法ということで解禁がされています。こちら課金額の 15% が、ゲーム内で使えるクーポンで返ってくる、それが何度も何度も、返ってくるというお得な仕組みになっておりますので、ぜひご興味おありの方はこの動画の概要欄、もしくはこの動画の最後のサムネイルからご覧いただければと思います。はい、ということでですね、いやもう本日の動画はドラえもんのこれまでの全ての集大成と言っていい動画となるかと思います。はい、まず前提はですね、ドラえもん広告免除パスと終身パスを買ってますので、まあ、6000円の美課金プレイヤーということになりますね。はい、でですね、今日は、はい、こちらの動画ですね。はい、この動画でドラえもんランプレベル23の2ゲージ目かなからストップして、レベル25になるまで、ランプを止めてそこからぶっ放しますという判断、決断をさせていただきましたが、そちらのね、検証結果をお届けしようかなというところになってまいります。まあね、ドラえもん的にはかなり研究に研究を重ねて、まあ、このランプを貯める手法というところでね、はい、行き着いているわけですけども、まあ、その理由の詳細はね、もうちょっとこのサムネイルのこの動画見てください。概要欄に貼っときますので、もう事細かに書いてます。はい、ただ、ざっくり言うとこんな感じです。まずランプレベルですね、なんで23でこすらないことにしたか、やめたか、はい、これはですね、もうあの時点で UR プラス装備をこれ以上持ってもね、もう意味がないと、はい、戦力もそんな上がらないし無駄だということで、じゃあレベル24、はい、EX 装備が出るタイミングでこすればいいじゃないかという話については、確率がね 0.01% はちょっとね低すぎると、効率が悪すぎる。はい、 UR プラスが最初出るときって 0.015 だったんですよ。なのでそれに比べるとね、24だとちょっと効率が悪いということで、やはり最大で EX 装備を手に入れるにはレベル25、はい、0.015% のタイミング、これがね 0.01% と 0.015% 誤差っていう考えもあるかもしれないんですけど、違うんですよ。ドラえもん的にはこれはもうね 1.5 倍の確率になるので、もうここまで待つ価値はドラえもんはあると判断をしました。でその他はですね、まあランプって有限だと思うんですけども、ランプ報酬を最大化するためですね、ランプ報酬っていうのは、まあ、コインと経験値ありますが、売却する装備ランクに依存するんですよ。なのでより高い装備ランクの装備を売れば売るほど、より経験値が得られるということで、同じランプの数でもよりレベルを上げてコインも得れますよと。で一番最後はとにかく EX 装備を大量入手するのが目的です。はい、これによってもうね、ハリボテ戦力は回避。はい、つまりサブステがね、もうここまで来ると超重要なんですよ。いくらステータスが良くてもサブステが例えばね、弓なのに、反撃つけてるとか電撃がないとかね、はい、そういうのはなし。はい、もうとにかく徹底して最強の装備ラインナップを作るということで、この手法を取り入れたということになります。で今回はこのランプね、17万貯まってますけど、それ実際どうなるかということの検証結果というわけですよ。はい、もうドラえもんのね、ほんと集大成って感じですね。ちなみにね、23から25までは、2週間かかりましたね。ただ、まあ、戦力はね、それでも順調に上がってましたし、ストーリーもね、全く詰まりませんでしたね。で、あとはもうね、そのやり方は、はい、このサムネイルね、これも概要欄貼っときますけども、もう究極の育成法です。ドラえもんがたどり着いたね、無課金、美課金向けの究極の育成法、これを実践してやってきましたということで、まあ、詳細はね、この動画見ていただければと思いますが、まあね、このランプを貯めることについてはね、いろんなご意見はあると思いますよ。ただね、ドラえもんはね、まあまあ、そのドラえもんを自分を信じてやってきましたということになりますので、もう結果見てください、あとはという感じになります。はい。まあ、要は相性ですね。はい。ドラえもんはね、このやり方が好きですし、いいと思うんですけど、まあ、貯めるかどうかはね、もうその人次第ですよ。はい。まあ、一番楽しめるやり方でやるのがいいと思いますということになりますが、まあ、ドラえもんはね、メリハリつけてリソース使って、同じリソースでも、戦力を最大化するっていうね、もうとにかくとことん突き詰めてやるタイプなので、まあ、このやり方になります。ということでね、もういいでしょう。17万ぶっ放していこうと思います。ただね、
10時間かかりました。はい、17万ぶっ放すまでに。なのでね、もうこの10時間分の録画はね、さすがにできませんでしたが、まあきちんとね、証拠も踏まえて、はい、お見せしようと思いますので、ぜひぜひね、その結果、ご覧いただければと思います。もうトライモンの集大成です。無課金、美課金でもここまで来れるぞということで、今日はお届けしたいと思います。それでは早速、ぶっ放してまいりましょう。はい、ということでね、もうこれ100倍速で今やってますね。はい、17万2000からスタートしてる感じですね。あ、ちなみにですね、金属商店でね、初めてランプ買いました。はい、もう記念にということでね、まあおすすめはしませんけどね。はい、ということで1個目出ましたね。ランプ6000使った感じかな。はい、こんな感じだったんですが、もうね、録画してないので、もう結論お見せしますよ。いきますよ、結論。せーの、はい、こちらです。はい。この通りです。まずね、レベルが113から119に上がって、戦力が2107万から2345万になりました。で、肝心の EX 装備は下にある通り、もう全部ピンピカピンのね、EX 装備になりました。かつですね、これで終わりじゃないです。はい、これビルド。はい、123ありますね。これもすべて EX 装備になってます。123。はい、この通りですね。なので、合計でですね、結果、はい、これが15個。はい、もう全部ね、出たごとにスクショ取りました。取り忘れたのね、装備したタイミングを取ってますけど。で、次が、はい、これで30個でしょ。はい、で、次、これで、39と、プラス2で41なので、で、一番最初の分の1個出して、全部で42個ですね。はい、EX 装備を獲得したということになります。42個ですよ。もうね、かぶって売った分ももう10個ぐらいあるかな。12個ありますね。はい、 10×3 で30ビルドに入ってるので、いや、それぐらいね、まあ入手できたわけですよ。で、これね、まあまずたくさん入手できましたよはいいんですけど、それだけじゃないです。ポイントは、はい、こちらステータスですね。はい、装備といえばね、やっぱり連撃とか会心とか技能会心とかあげますけど、この会心がね 59%、 反撃は 80% まで上がってます。はい、これが前のやつですね。取り組む前は 41% でした、会心は。で、反撃が 73% だったので、で、ダウンもまあ上がってますね。なので、サブステも全て完璧に厳選をした上で、現時点で全部 EX 装備だけど、ビルド1、はい、はもうトライモンとしてはね、もうなんて言えばいいんでしょう、もう文句なしです。はい、十分。はい、で、サブステもこの通り、はい、ビルド1全部反撃とね、会心ね、つけてますよ。全部ね、もう無駄はないです。まあたまに回避とかあるけど、全部反撃会心がベストなんですけどね。まあそこまでは最初はいいでしょうと、反撃か会心が全部、反撃会心ね、これはね、これも反撃会心ね、という形で、まあいい感じになりました。で、あとは、ビルドの2には、反撃とか会心とかね、また他のやつがあります。はい。やっぱ反撃寄りにするか、会心寄りにするかっていう調整ができるよね。ビルド3はね、もう完全に、他の転職用にもうまとめてます。はい。ということでね、まあ、美課金6000円での集大成がこんな感じですね。で、あとは強さね、ちょっと見ていきましょうか。今ね、競技場38位です。もうね、美課金としてはね、十分すぎるんじゃないかなと思いますね。いや、そもそもね、トライモンのこのね、サーバー19すっごい強いんですよ。まあ、というのは置いといたとしても、トライモンのより下の位置にいらっしゃる方々は、例えばね、はい、この通り、もう溶岩魔竜とかね、もうセカ材とか全部セットでついてますみたいな。要は、10万以上課金して、はい、こういった方々がね、ゴロゴロいらっしゃるので、ここに来てんのはいいんじゃないかなと。あと、これが越域順位戦ですね。これ今、9位ですね。白金さんで。で、例えばね、戦力2500万の方で、はい、この方、はい、例えばね、溶岩魔竜で、バナナも持っててっていう方ですけども、この方にも、美課金6000円でも、勝てますと。はい、いうぐらいの強さにはね、なりましたね。あと、もう一個見ていきましょうか。今度はね、戦力が、2600万ぐらいですかね。2600万か。はい、の方になりますけども。はい、これもね、また背飾りがついてて、まあ課金者の方だと思うんですけどね。はい、まあ別に課金者に勝てるかどうかじゃないんですよ。ただ、戦力が上の方にも、はい、結構ね、勝てますよと。はい、あとはこれも2500万ぐらいですかね。戦力の方、これも上の方ですけども。はい、こんな感じでね、はい、勝てるようになりましたということで、まあ、結構やっぱ強くなりましたよ。はい、十分ね、やっぱね、無課金、美課金でもね、日の出にやっていけるよというところかと思います。で、武魂はね、武魂試練は、今400回をクリアして、で、まあ一旦ストップしますね。まだまだいける感じですね。
はい、とりあえず、まあ、斧はね、なんだろう、まあ、弓よりは進みにくいんですけど、まあ、とりあえず400回まで行きましたね。で、あとは、トラえもんの今の状況で、異物は、まだ51万、はい、突破のためにまだ貯めてるので、まあ、まだまだね、戦力を上げる余地はあります。はい、2400万ぐらいいけますね。で、武魂はね、まあ、こんな感じで、まあ、これもね、突破のために、いくつかな？今、1万ぐらい？そうですね、はい、武魂製造に貯めてますので、これもまだね伸びる余地は、もちろんありますよと。あの武魂水晶もね結構貯めてるのでね、はい、これでラウンド4もいけますね、突破はね。はい、であと仲間はね、 UR 仲間は1個持ってるっていう感じですね。はい、あの状態で言うと、はい、でなんでかっていうと、トラウマはね、まあ、以前の動画をご覧になった方は分かると思うんですけど、技能の方に集中してきたんですよ、ガチャをね。はい、なので、ガチャは、あ、技能はもうね、イベントで手に入るもの以外は全部持ってますね。まあ、竜のやつか、右下のやつ、あれは交換してないだけですけど。はい、あと乗り物はね、ひょうたんで、今、星が4つっていう感じですね。はい、とりあえず、今、そうだね、そんな感じですね。はい、あとは、何があったかな。背飾り行きましょうか。背飾りはね、無課金の方と結構差がつくと思う。リセットができるから。はい。で、51、48、41レベルっていう、まあこんな感じですね。で、背飾り能力は、反撃の方を強くしたいので、まあこんな状況になってますと。はい。これですね、この反撃ダメージをね、今上げるので、まあ50溜まってますけど、まだまだね。次ここが上がっていく感じになりますかね。はい、それとね、あとはまあ突破を大事ですよといつも言ってきたので、神器がどうなってるかというと、はい、レベル29ですね。はい、とにかくね、もう神器は本当突破でね、毎回ちゃんとラウンド4で神武術を8000とかね手に入れてバッチリやってきたので、しっかり上がってるんじゃないかなと思います。で、彫像ですね。はい、ビルド、これはね今14万2000余ってますね。はい、もう次の突破の時までこれでいいかなって思ってますので、まあまだ余地はある感じですかね。はい、であとね、ランプレベルは結局どこまでいったかというと、17万個を擦って、25のゲージ2までもう溜まりましたね。はい、あのこれがね、まあランプのね、この進み具合もね、はい、レベル119近辺の方はご覧いただければな、無課金美課金の方はと思いますけどね。はい、はい、という感じですかね。とりあえずランプ23から25まで止めて17万個ぶっ放した結果で、まあここがね、一旦のトラえもんの、まあ、美課金としての集大成という感じかなというふうに思います。まあね、このやり方が是か非かどうかはもうその人次第ですし、まあ、トラえもんね、何が平均かはね、改めて分かりませんので、どこまですごいのかは分かりませんが、まあ、トラえもんとしてはね、自分の道はこの道だなということで、まあ、進めてやっていったという感じになってますので、まあね、ご参考までという感じになりますが、はい。トラえもん的にはね、このキノデンというゲームの特徴を踏まえた上では、まあランプだけじゃなくてね、はい、これまでお伝えしてきた、まあ究極のあの育成法とかって勝手に言ってますけども、メリハリをつけたリソースの使い方含めてね、このやり方がトラえもん的には、まあ自分への性格も含めて、まあベストかなというふうには思っております。はい。ということでですね、なんだかちょっと卒業式っぽい感じにはなるんですが、まあ1ヶ月目、そして2ヶ月目以降の、まあ無課金、美課金としてのやり方はこれがベストだろうというのを、まあ見出した上で、まあこれまでね、いろいろとお届けさせていただきました。まあなかなかね、ビルド3全部 EX になって戦力もここまで上がってっていうね、で、強さも伴ってっていうのはね、トラえもん的には満足っていう感じですね。はい。で、まあここからはね、なんて言えばいいんでしょう。もう美課金としての、トラえもんとしてのその楽しみ方というか育成の仕方というかっていうのは全部ね、もう本当本日の集大成をもってお届けしきれたかなというふうに思います。ので今後はですね、もちろん無課金美課金の方は、こういうふうにした方がいいと思いますっていうのは、まあ、今後もねお伝えさせていただこうと思う上で、まあ、課金もねちょっとしていきながらね、はい、まあ、これって課金意味あるのかとかね、どうなのかとかね、そのあたりもねお話ししていこうかなというふうに思ってます。まあ、やっぱりね、課金をし、まあ単純にね、溶岩マリ欲しい、かっこいいっていうのもあるんですけど、そもそもね、はい、
まあ、やっぱりそれを課金することによっていろいろ先に進ん で先に進むから見えてくるものがあって、あの無課金美課金の方にもこんなのがありますよ、今後こうなりますよとかね、こういう風にした方がいいですよっていうのはね、お伝えしやすいかなっていうのもありますし、まあ、トラえもんもね、もっと強さに貪欲になっていこうかなっていう上でね、はい、ちょっと課金もねこれからしていこうかなというところは、お伝えさせていただこうかなという風に思います。いずれにしましてもね、はい、ぜひぜひ今後もね参考になれるような動画作り励んでいきたいなという風に思ってますし、昨日でね、いや本当奥が深いですからね、はい、これからもね楽しんでいこうと思います。ということで、本日の締めくくりとさせていただきます。ということでまた、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。